おはようございます。喋れや。2月の10日ですね。もう時間は12時前ぐらいじゃん、もう。おまき、よう寝たな。いや、なんか、一酸化炭素感知器がな、一定時間でなんか英語を喋るからさ、何を言ってるかわからなくて、ひょっとして電池がもうなくなりますよってことかな。違うで、ドア開けてくださいって言ってたで。マジで、うん、これあかんわ。だって寝る前に、うん、もうすでに切っとったし、そっから換気されていってるから、うん、そうだね。減っていく一方のはずやのになるってどういうこと。もうちょっとほんまに意味がわからへんので。紐使ってない状態で夜中にさ、なるっていうことがさ、どんどん換気していってるはずやのになるってどういうことや。こいつだから一酸化炭素じゃなくて二酸化炭素の警報器かもしれんな。あ、いや、あるわけないやん。冗談やんけ。ちょっと買い替えようか。これダメだわ。俺だから電池抜いたもん、もう腹立つから、うん。っていう夜ありましてね。確かにうるさかったな。最初1時間に1回ぐらい。そう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 。どんどん30分に1回か20分に1回ぐらいになって。そうそうそう。機能せえへんかったら意味ないからね。うん。おまきさん、今日はじゃあどんな1日ですか？うわ、どうする？どうする？とりあえずあれやね。うん？ああ、そうだね。それやってまおうか。早く発注かけたいしね。うん、ご飯食べてからちょっとね、うん、考えましょう、うん。はい。はい、じゃあ今日はね、ぼちぼちやらなあかん作業で、うん、ステッカーの材質決めたから、今日はね、デザイン入稿しようかなとね、思います。この動画が先に配信されるか、ライブが先に配信されるかちょっとわかんないですけれども。さすがにこっち先じゃない。かな。そんな気がするけどな。うん、で、あってほしいけどな。ショップ店長おまきに。もういいよ、もうさえびは。くまちゃん、もういいよ、それ持たんで。土地持ち。美味しそうやから買ったね。いや、ブラックサンダーって。これ僕のおやつです。まあやっていきますか。はい。はい。とりあえずまず丸型からいく？そうだね。うん、何センチって言ってた？たぶん、とりあえず作っていかなかね、うん。とりあえず、ロゴの、どれからいきますか？丸いやつの透明の。透過されてるやつだね。全部これやな。うん。これだね。うん、こういこうか、順番にな。背景はここまで。あ、赤が実際のシールカット。文字とはこの線より内側、うん。もしかしたら切れるかもしれへんから的な感じよね、多分。ちょっとでかくてもいいかな。うん？途中でかかったはみ出るで。え、でも赤の底とかやろ？出来上がり線はね。うん、でもそれより内側に収めとか、この点々内に収めなあかんから。点、ま、々、あ、内に収めなあかんの？文字と終わって書いとったけど。うん。だから、背景は、うん、微妙にずれたりすることがあるから。なるほど、なるほど。背景はここまでしとかんかったら、外側が白くなったりするし、文字とかはここら辺の、この点々までに収めとかんかったら切れたりするかもしれへんってことじゃない？この幅ってこと？これぐらいか。これぐらいやね。うん、こんな感じかな？一回プレビュー。ああ、まあまあ、あ、いい感じやね、うん。うんうん。こんなもんでいいんじゃないでしょうか。あ、いいんじゃないですか。うんうんうん。めっちゃいい感じ。白のやつある？はい。白のデータある？白のデータ、うん、これ？あ、これしかないのか。うん。もう一回送るわ。あ、あんの？あ、白くしたんやな。そう。あ、はい、また気づけば0時29分、12時半ですね、夜中の。結局一緒や。はい、で、ほんまさっき知ったけど、明日が祝日っていうね。そう。気づかなかったです。いや、だから動画も金曜日上げようと思っててんけど、うん、急遽明日上げることにしました。やばいよ、今週上げてない日ないで、今んとこ。まあでもさ、うん、緊急事態宣言でさ、旅も行かれへんし、うん、なあ、2月はちょっと頑張って。うん、何もしてへんか。上げたらいいんじゃない？そういうやつ行きましょう。はい。あれ、俺歯ブラシどこやったやろ？夜雨降ったもんな、ちょっと、うん、晴れやった予報が。雪めっちゃ溶けてるやん。今日暖かかったもんね。ゴミを持ち帰ってはいけないというルールがございます。この道の駅のここにね、ゴミ箱がある。一応ちゃんと分別はね、もちろんちゃんとしてなあかんけど、燃えるゴミはここにちゃんと入れて、でペットが、はい、いいよね、ゴミを持ち帰ったあかん。素晴らしすぎる。基本ある設備は使わなあかんっていう。
ここでしかやっちゃいけませんよ。ここだけやからね。すごいね、ほんまに。ちなみに冬はお湯が出ます。行きましょう。そやな、昨日めっちゃ寒かったもん。もう外出るたびに中入んとき暖房つけたもんな。めっちゃ寒かった。歯磨き粉なくなっちゃった。ちょうどよかったわ。買ってるよ。濡れてる？うん、ちょっとね。なんでやねん。俺が座ったから。あ、ほんまや、ケツなんか濡れてる。なんでや。湿気かな。そう、冷たくなるから。うん。はい、ということで、2月の、もうね、日かで11日になったけど、10日の1日はこんな感じです。今日、ほんま、多分歩いた歩数100歩ぐらいかな。感じよね。いろいろ進みましたね、うん、はい、な感じで良かったなと思います。まあ、明日がね、祝日な忘れてたからどうしようかなと思ってね、ちょっと買い物とかも行こうかなとか思ってたから、うん、忘れたったっていうか知らんかった、知らんかった。知らんかった。普通11日で普通の日やと思ってなかった。ということで、まあこんな1日になりました。明日も引き続きどうぞよろしくお願いします。バンバン上げていきますよ。ということで、じゃあまた明日ですね。これがいつ上がるか分からへんけども。はい。ということで、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。